Hey guys, I'm Jin do Moyojin です。はい、ということで、数日ぶりに 撮影しております。今日が9月19日の12時40分、お昼にね、撮っております。はい。おとついの夜には帰ってきてたんですけど、まあ、昨日もちょっとね、ゆっくりさせてもらって、なんかね、やっぱこう、年を取るとっていうとあれですけど、旅行行って、で、その次の日からもうバリバリ働くみたいなのがちょっと難しくなりますね。はい。まあ、一本だけは、昨日も予約、いただいて、それさせてもらったんですけど、それ以外は、まあ、片付けもね、あったんで、旅行の、はい、旅行後ってね、家ぐちゃぐちゃになってるんで あれこれ持っていこうと思って、ね、いろんなところから引っ張り出したものが、そのままになってたりとかっていうのはね、ちょっと片付けが大変で、はい。まあそんなもう落ち着いて、今日やっと取れるかなって感じです。はい。なんですけど、ここにね、でっかい段ボール2個、ちょっとうっすら見えてると思うんですけど、ついにね、このラックを買っちゃいました。こいつですね。これを80段買いました。あ、ここにだからね、これが80個、80セットですね。中が80、外が80なんで、まあ、160個のセットがね、ここにあるんで。まあそれも、今日は、ちょっとか、この動画ではね、開封しないんですけど、まあ開封、まあ開封だけして、中のね、このクリアファイルとか作らないといけないんで、このね、このクリアファイルとか、作ったりとか、あとまあその、組み立てとか、っていうのを、まあ、久々に配信とか、しようかな。今日か明日ぐらい、今日予約が入らなかったら、今日とかやってもいいかなと思うんですけど、って感じですね。はい。感じです。で、東京はね、まあいろいろ楽しめました。初日は夜にあっち着いて、ボドゲバーに行って、まあ飲みながらボドゲして、みたいな、2丁目のね、とあるところなんですけど、そこに行って、で、二日目は、二日目の夜に、タイゾウくんと会ってご飯食べて、で、そのままタイゾウくん家に泊めてもらってみたいな。で、朝一緒に、まあ、モーニング食べたりみたいな、なんかまあ、普通に、半日ぐらい一緒に過ごしてるのかな。って感じで、で、その次、じゃその夜に、ちゃちゃちゃ、じゃその昼に、あこですね、あ、でもあんま言わん方がいいか。まあ、赤羽の某ゲイの人が集まるスポットに行って 調べてもらったら出てくると思うんですけど、そこでね、日焼けをしようかなと思って。まあ、日焼けって言っても別に日焼けはするつもりなくて、焼きたくないんで基本的に。日焼け止めを塗って、外で、まあ、ビキニ一丁でゴロゴロするっていうのをしてましたね。で、そこがね、まあちょっと、いかがわしいスポットなんですけど、河川敷でね、草が、こう、生い茂ってて、それで生い茂ってるから、こう、ハレンチができるっていう感じのところなんですけど、ね、草がもう全部刈られちゃって、おそらく花火大会に備えてなのかな。っていうので、まあそういうことはなかったんですけど、まあ別に僕そういうことするために行ったわけではなかったので、はい。河川敷で、日焼けをしておりました。はい。その様子も一応撮ってるんで、まあまた動画上げれたらなとは思ってるんですけど、上げるかもしれないです。はい。90%ぐらいの確率で上げます。はい。まあちょ、いつになるかわからないんですけど。はい。って感じですね。で、その日の夜に友達ん家で鍋をして、鍋パ。10人ぐらいかな。で、鍋パして。で、友達ん家泊まって、その次の日に帰ってきたみたいな感じでしたね。はい。まあ、お休みを満喫させていただきました。なのでね、ちょっと今日からはちゃんと働こうかなと 思ってます。って感じですね。はい、ああ、で、そう、最終日にね、帰ってくる前に東京で、まあ、マッサージね、行きたいなと思って、ゲイマッサージにね、行ってきました。いつもね、そのゲイマッサージか、普通にホットペッパーに乗ってる、男の人がやってくれるオイルマッサージか、まあどっちかって感じだったんですけど、今回ね、目星つけてたお店があったんですけど、ホットペッパーで見たやつで、なんですけど、そこがね、もう予約埋まっちゃってて、取れなかったので、まあ新しく別のところ探して、
で、別のところで、まあ、ゲイマッサージとして、ゲイマッサージのね、ポータルサイトとかに載せてる方のお店に行ってきたんですけれども、こう、ホームページ見たら、基本的にリフレッシュはありませんって書いてあったんですよ。基本的にってなんないろなっていう。あんま珍しい書き方なんですよね。リフレッシュはありませんって、もう断言してるか、書いてなくて、あるかないかわからんか、まあ、リフレッシュありますって書いてるかみたいな感じなんですけど、基本的にリフレッシュはありませんって書いて、基本的、じゃあ基本的じゃなかったらあるんかなみたいな感じじゃないですか。で、行ってみたら、まあもう、がっつりエロかったですね。全然エロやんっていうね。もう、しゃぶり合いまでしてみたいな。しゃぶり合いをして、最後抜いてくれるみたいな。もう、ドエロでしたね。はい。リフレッシュないどころではなかったっていうね。はい。楽しい思いをして、最後帰ってきました。って感じですね。はい。じゃあ、今日もパンツを開封していきましょうか。パンツの前に、またね、パンツ以外のやつ。メルカリで買ったやつですね。これね、ずっと欲しかったんです。これね、アディダスのレギンスなんですけど、アレキサンダー1っていうデザイナーさんのね、はい。レギンスなんです。これレディースですね。レディースなんですけど、これのね、僕黒を持ってて、黒がね、めっちゃ可愛くて、で黒はまあ履きやすかったんですけど、このね、ちょっと蛍光カラーで、派手なも可愛いなと思って、買ってみました。これがね、結構ね、いいお値段するやつで、もともとね、あ、ここ履いてんな。こんな感じ。19,000円するんですよね。サイズはね、インターナショナルの S、日本の M ですね。ってなってます。なんですけど、これメルカリでね、4400円で出てたので、お安っと思って買っちゃいました。はい。ってやつと、あと、あ、そっか、これのね、黒の写真が、ちょっと待ってくださいね。インスタに上げてるんですけど、インスタ。いつやったっけな。しかもね、それもあの、太蔵くんに撮ってもらった。僕のカメラ持ってって、太蔵くんにね、撮ってもらったんですけど。あ、こんなやつ。見えますかね。可愛くないですか、これ。黒はね、普通に使いやすい。別にレギンス1枚で履いてもいいんじゃないかなって思うようなやつなんですけど。これのね、イエロー。これちょっとね、うん、だいぶ派手ですね。ちょっと履きづらい。普段履きにすると目立つかなとは思うんですけど。これ、何買った？あ、これもレギンスだ。レギンスばっかりかな。これね、でもね、安かったんですよ。これ。はい。400円でした。なんですけど、これね、穴がね、開いてるらしく、あ、ここやな。このね、正面があって、このね、股のところですね。股の、お尻のところかな。ここがちょっと、裂けちゃってるっていうね。ここ。まあでも逆に、もうここ開けて、なんやろ、穴開き、お尻が穴開いてるスパッツ的に使おうかなと思って、逆に。それはそれで、こう、プレイに使えてエロいかなと思って。買ってみました。L サイズですね。はい。感じです。さっきじゃあこれちょっと箱をかな。あ、そうや。今日何入ってる？あ、やば。汗じみがすごい出るな、これ。今日はね、はい。ドンキの。ドンキのやつですね。ボクサー。これの動画がね、意外と伸びてて、ボクサーの動画って、
って、意外、いつも伸びないんすよ。伸びないんすけど、今回ね、珍しく伸びてて、やっぱり形がくっきりしてたからかな、サムネの。ちょっとびっくりしましたね。なんか、1000再生とかいかないぐらいのイメージなんですけど、今回ね、普通に1000再生超えてて、2000再生とかいくんちゃうかな、このままって感じの。よいしょ。あ、かわいい。めっちゃかわいいやん。あ、サイズもいい感じやな。ちょっときつめやけど、これね、でも、でっかいサイズにしちゃうと丈が、あ、うまくなるんで。あ、いいやん。かわいい。かわいいけど、ちょっとやっぱ使いづらいかな。こんな感じ。あ、かわいいやん。これちょっと。あ、レンズしくったな、これ。レギンスの時はね、広角レンズがあった方がいいんですけど、こういう感じ。あ、いいやん。かわいい。かわいいけど、かわいいけど、これでね、これを普段着にするのは、ちょっと、かわいいな。めっちゃかわいいけどな。目立つな。目立つけど。まあ、上黒とかやったらまだいいかな。黒のシャツと、もうちょっとだから丈もね、長めで、これぐらいのやつやったら。まあ、でもそれでも、だいぶ派手ですね。で、よいしょ。いいご覧のやつ。これいいな。これでね、お出かけしたいけどな。もうすぐね、やっとこう、レギンスが履ける季節になってきたんで。今日もまだちょっと暑いですけどね。だんだん涼しくなってきましたね。涼しい日も出てきたって感じ。これちょっと履いてみよう。あ、結構ボロいな。まあね、もうエロ目で適当に使おうと思ってるやつなんで。あ、膝も結構薄くなってるな。まあね、400円ってなると、もう、なんでもいいやってなるんで。で、撮影で使う分には別に。あ、結構ボロいな。膝も結構、いるな。あ、いいや。いい。これはこれで使えるでしょう。まあ、400円にしては、状態悪くないかなって感じですね。よいしょ。はい、こんな感じ。そっか、これ明るくした方がいいな。あ、いいですね。やっぱね、この、こういうラインが入ってるとね、足がね、すごいムキムキに見えるんですよね。あ、いいやん、エロいやん。ちょっとね、膝がボロい。ちょっと泣いてますね。まあ、ここはなんかで処理したろうかな。そしたら、うん、いい気がする。で、泣いてるとこってどうなってんねやかな。どこや、ここ、あ、ここら辺か。ね、これ、いける感じなんで、なんか見えへんかな。あ、見える？ちょっと見えます？ここですね。ここが空いてますね。ちょっと危ういですね。
こうし、高さが足りひんね。あ、こうやって見るか。ちょっとね、ちょっと空いてますね。あ、でもいいやん。いい。もうね、400円やから、自由に、もう切り裂いて、エロに使って、で、しちゃおうかなと思います。はい。これティゴラのやつですね。そうそう。ブランド言ってなかった。ティゴラ。まあ、もともとティゴラのやつで安いんですけどね。いいやん。はい。じゃあ、あ、そっか。いいか、とりあえず。で、まあね、いろいろ当てたいなって、メインはまたちょっと後で言いますね。とりあえず、さっきこれ。またね。また ティームですね。ティームなんですけど、あのね、シルバーのやつが、小さいサイズがね、出てたんですよ。あ、で、タンクトップはね、前回よりも大きいやつ1個買いました。あの、シルバーはね、結局、もう1個買っちゃいました。前が M サイズだったんですけど、L サイズを、まあ、これ人に着せるようですね。と、はい、これ、下がね、前、ちょっと L だとでかかったんで、M がね、再販されてたんで、M もね、買いました。やっぱいいな。そう、あともう一個ね、思ったより、あれやな。なんか、あ、こういう感じか。ちょっとジーンズっぽい素材の、素材というか生地、プリント生地はね、普通のスポーツタンクトップみたいな、あの、スポーツ用の生地。スポーツタンクトップってね、スポーツ用の生地みたいな感じなんですけど。あれ、でかいかもな。これね、もうサイズがなかったんですよね。これも1個サイズちっちゃいやつが良かったんですけど。うん。でも XL からだったんですよ。まあ、表記がよくわからないんですけどね。XL って書いてるんですけど。うん。ここもちょっとちっちゃいの欲しかったな。これちょっと1回。あ、いっか。これから着てみよう。あー、どうしようかな。いっか。ちょっと、あれやな。レギンスと合わせてみたいから。先言おうかな。理想はこれのワンサイズちっちゃいってこと。あ、でもでかそうやな。あ、でかいな。でかいな。なんか、ワンピースみたい。あ、ちょっとでかすぎるな。そっか。これ脇をなんか塗って絞ったらいけたりせへんかな。でかいなぁ。横がでかすぎる。なんか、エプロンみたいですね。ちょっとでかすぎたな。こういう感じになってくれるのが理想だったんですけどね。ああ、なるほどね。こうなるか。もうこれやったら下脱いでも、あ、でもこうやった時なかるな。あかんな。下脱いでも見えへんかなと思ったんですけど。これギリ大丈夫やな、今ちょっと危険やけど、今これ下何も履いてないんですけどワンピースですね、完全に。こういう感じでかっ。これでもいい、ワンサイズ下げたぐらいじゃ、でかそうやな。よいしょ。ああ、やっぱね、これぐらいの方がフィットしますね。まあ、理想は、もうワンサイズちっちゃいのなんですけど、ちょっと、こうか。うん。いいですね、サイズ感、やっぱり。で、こいつはね、多分、
あ、でも上は意外と合うんかな。前回よりもワンサイズ大きめにしてみたけど。ああ、まあまあ。フィット感弱めやけど、下のね 下をでっかいの切ってフィットしてなかった時の感じよりは悪くないかな。まあちょっとね、余裕が出るぐらいの場合、いい場合もあるので。うん、まあ前回の思うとね、こうピタッとした感じだったんですけど、ちょっと余裕がやっぱできますね。あ、でもいいっすね。まあ上はちょっと余裕あってもいいのかな。汗が、速攻汗の色が出てきますね。なるほど。あ、いいっすね、やっぱり。エロい。じゃあ、どうしようかな。ちょっととりあえず上脱ぎたいな。これね、あれなんですよ。さっきのね、上の、こいつね、こいつでね、本当はね、エッジさんのジーンズっぽいね、柄のビキニがあって、これなんですけどね。これ出せたら可愛いかなと思ったんですけど、これが、サイズがね、ちょっとでかくて、で、色合いももうちょっと薄い感じかなと思ったら意外と、ちょっと濃かった。エッジさんのやつがね、結構薄めの、こう、ジーンズっぽい感じ。こういう感じですね。これもうちょっと 色味もちょっとね。うん。あ、でもまあ、悪くはないですけどね。このああ、まあ、かわいいか。そう、こういうシルエットに、ね、なってくれたら嬉しいなって感じだったんですけど。あ、こう見たらかわいい。そこのね、生地自体はすごい良くて、なんか光沢感もね、綺麗でいいんですけど。ああ、まあかわいいな。かわいいけど、後ろめっちゃ持ってるっていうね。持っとかないと、もう結局ね、離すとこ隠れちゃうから意味ない。なんかもう女子高生がスカートピラッてしてるみたいな感じで、ちょっと嫌ですね、これ。もう完全ワンピースですね。イメクラ城みたいなね。かわいいっすね、この組み合わせ。サイズ感だけやな。これだからやっぱでかいな。めっちゃちっちゃいサイズがないと、ちょっと合わないっすね。これ、ねえ、あとワンサイズ下しかなかったんで。こいつは、難しいな。合いそうやったらね、ちっちゃいサイズ、もう一個下のサイズ買おうかなと思うんですけど、多分、一個下買ったところでどうにもならんぐらいのサイズ感なんで。なんでこんなでかいのしか作らんかったんやろうな。ちっちゃいのあったら全然良かったのにな。こう見てると普通ですけどね。まあ、あれか、インすればいいんかな、パンツに。インしたら意外と、ちょっとインしてみようかな。こいつに、なんかね、最近、オーバーサイズのインするのが、流行ってるから、インすれば意外と悪くないのかな。あ、でも、これを、こういう感じで。あ、なんかね、でも後ろ変なるな。なんかしっくりこうへんな。誰か、もっとギュッと入れちゃっていいかな。インする文化が僕の中でないので、ちょっと出す。ちょい出しぐらいで。難しいですよね、この出す具合が。あ、変やな。変ですね。これは、難しいな。サイズ合ってないな。これね、サイドをね、縫っちゃえばいいかもしれないですけどね。ちょっと、どうにかできるか、また、時間があったら やってみます。
よいしょ。じゃあ、今日ね、メイン抱きたかったね。こっちなんですよね。オージーバムですね。オージーバムを。じゃん。もうね、だいぶ前に頼んだやつで、何が入ってたかね、覚えてないぐらいの感じなんですけど、ガバガッと見ていきましょうか。はい、ケツ割れ。ピンクのケツ割れ。ピンクとね、ブラックの組み合わせ。かわいいっすね、この色合い。座れと、これの、同じような感じなんですけど、お尻があるブリーフタイプのものですね。うん。めっちゃ可愛い。お、すごいの買って。水着。豚。めっちゃ可愛い。あ、そうか。結構水着買ってたよな。ちょっと無人島の時に持ってきたかったな、これも。もう多分夏っぽい遊びもさすがにないかな。まあ、COA 海岸とか行ってもいいんですけどね。かわいい。めっちゃトロピカルですね。ハイビスカスとかがね書いてる。あ、でこれね、前ブリーフタイプ持ってたんですけど、スポブリを買いました。ピンクだけね買いました。これも多分3色ぐらいあったんかな。前のやつがピンク、青、白の3色だったんですけど、多分あったんですけど、ピンクだけ買ったって感じですね。と、あ、はい、前焼きブリーフ。あ、こんなん出てたんや。全然買った時のこと覚えてない。これ素材がね、ちょっとあれ、あのね、シームレスのパンツとかに使われてそうな、なんて言ったらいいんかな。わかります？なんか ちょっとね、あのざっくりした生地というか、うん。これも2色買ってますね。白。あ、そっか、もうこれサイズなかったんか。でかいな。これなんぼや、サイズ。買おうと思った頃にはなかった。あ、L サイズか。海外の L やからね、多分 XL ぐらいの感じだと思うんですよね。うん。まあでも僕の今の体型やったら履けそうやな。と、トロピカールのやつ。はい。かわいいな。ちょっとね、これ、ちょっと紐が邪魔やったな。同じ形がね、ちょっとブリーフっぽいのかな。こっちのやつより脇が太め細めって感じですね。うん。やはりあのオージーマムってね、これがね太いイメージこれがね標準なイメージなんですけど、かわいいですね。じゃあちょっと何から履いていこうか。豚さん履こうかな。S サイズな。はい。豚さん。上をどうしようかな。上なんか変えたいな。これちょっと使いづらい。あ、ちょっと待ってくださいね。これでいいか。ちょっと夏っぽく。タンクトップ。アンダーアーマーのタンクトップですね。これも寝巻きかな。寝るときに着る分にはね、楽ちんで良さそうなんで。いや、これ可愛いですよね、このタンクトップ。いいやん。はい。
ちょっとちっちゃめの作りかな、これ。あ、そうでもないか。いつもの感じやな。すごいデザインやな。あ、かわいいや。これあとね、なんか3種類ぐらいあったんかな。豚以外にも。他何があったかちょっと覚えてないんですけど。かわいいや。あ、いいっす。後ろかわいいっすね。この あ、いいやん。お尻がね、でもやっぱちょっと、海外のね、傾けなんで。僕だとお尻が足りてない感じがしちゃうんですけど。かわいい。ちょっと水着からいこっか。水着を。次、このトロピカルのやつ。これも S ですね。多分形は豚のやつと一緒かな。かわいいや。いい。うん、かわいい。いいですね。普通にかわいい。あ、めっちゃいいやん。これね、なんかリゾートのプールサイドのベンチ?ベッド? とか座りながら。の時に履きたい感じ めっちゃ可愛いやん。いいですね。これちょっとブリーフっぽいですね。ラストの水着。ちょっと待って、だいぶ広いな めちゃくちゃブリーフやな。今までこんなブリーフな感じのやつ、履いたことないかもな。今までも意外と脇細かったやな。なんか、違和感がすごい。すごくブリーフですね。めっちゃブリーフやった。でもね、僕これぐらいね、ブリーフっぽいのもね、好きなんですよね。もはやなんかボクサーなのかっていう感じもあるぐらい、また下、股上が深めですね。かわいいや。あ、いいですね。かわいい。あ、めっちゃかわいいや。だいぶ広めですね。OK。じゃあ、水着は以上で。あっつ。あっつ。ちょっと、エアコン、冷やしといたらよかったな。ちょっと今、エアコンというか扇風機入れたんで、若干うるさいかも。かもしれないですけど、汗がやばすぎて。ごめんなさいね。暑っ。エアコン今これ27度とかやったな。下げといたらよかった。次。お菓子、スイーツ柄ですね。いいやん、かわいい。これもあれか。なんか下向き用なんか、ちょっと上でやるとしっくりこないかも。あ、汗が。
かわいい。どっちなんやろ、これ下向きなんか上向きなんか、上でもしっくりきてるような感じするんですけど。うん、かわいいっすね。あ、いいやん。めっちゃかわいい。かわいいんですけどね、こう黒があるから、まあ、しまって感じますね。うん。かわいいだけじゃない感じの。あ、いいやん。めっちゃかわいい。よいしょ、じゃあブリーク行こうかな。まず黒から。黒は S サイズ。あ、めっちゃ伸びる。あ、これめっちゃ上げ心地いいやん。あ、めっちゃ可愛いやん。あ、めっちゃ履き心地いい、これ。あ、かわいいやん。めっちゃかわいい。黒は明るくしましょうか。こんな感じ。めっちゃかわいいやん。いいですね。あ、かわいい。いいですね。いい。めちゃくちゃいい。履き心地もめちゃくちゃいい。いいやん。これな、白。多分でかそうやな。S でこの感じやから。でかいんかな。あー、ちょっとでかいな、やっぱり。でかいけど、まあ、緩め、あー、でかいな。まあ、履けなくはないけど。うん。履けなくはないけど、緩いな。これはなんか、誰か体大きい人に履いてもらおうかな。うん、あー、でもまあなんか、これはこれで、ありか。あ、かわいいやん。めっちゃかわいい。これなー、せめて M サイズ。やったら、あれもまあ、フィットしてなくもないか。あれ、M サイズか S サイズ欲しかったの。これももうね、シリーズもんじゃなくて、多分、結構限定な感じやったんですよね。お尻がね、ちょっと、お尻が上がりすぎますね。そうやな、お尻やな、問題は。まあ、フロントは意外と、まあ、でも気抜いたらやっぱ下がってきてちょっとシワっぽくなりますね。しっかり上げてあげないと。そう、やっぱスタンダードっぽくなっちゃいますね、サイズが大きめと。うん、かわいい。普通にかわいい。あ、これちっちゃいサイズ欲しかったな。売り切れてたんですよね、僕が見たところは。うん、めっちゃかわいい。っていうか普通に履き心地がいい。これまた再販してくれへんかな。じゃあ次、あ、サイズ違うやん。なかったのかな。まずこれからいこうか。これはね、スモール S サイズですね。かわいい。めっちゃかわいい。あ、めっちゃかわいいやん。いいですね。めちゃくちゃかわいい。あ、お尻もね、いいですね。結構なんかリオバッグみたいになりますね。お尻の面積も狭め。あ、めっちゃかわいいやん。これいいですね。あ、いい。これと、座れ。
これね、ちょっと M サイズなんですけど、サイズがなかったのかな？あ、でも、全然、ゆるい感じじゃないっすね。ここら辺までにします。かわいい。めっちゃかわいい。いいですね。あ、いいやん。かわいい。つか、ずっとこいつがここに映ってます。あ、めっちゃかわいいやん。いいですね。やっぱピンクかわいいな。はい、ということで、本日はね、OG バムがメインですね。の紹介となりましたが。これもうちょっと早く開けといたらよかったな。水着でちょっと、撮りたかったな、どっかで。結構ね、今年の夏何回か水着履く機会あったんですけど。もうないかな。でもなんか近場で一回日焼けとかしたいな。近場で河川敷で日焼けすんのにわざわざこんな水着いらないですけどね。こんなんで河川敷で。河川敷やったら普通の競パンとかそんなんでいいなって感じですけど。やっぱりね、旅行とかの時にこういうの履きたいですよね。まあでもあれやな。逆に日本が寒くなってきたぐらいの時に、まあ、あったかいところに海外旅行とかね、行くといいかも。あ、でもそうや。その時履くかわからんですけど、来月ね、もしかしたら沖縄に、あ、もしかしたらってか行くんですけど、来月沖縄に行くのがもう予定入ってて、ただね、予定どういうふうに動くかが、海にね、どれぐらい行けるのかわからんくて。まあそういうのがあれば履く機会もあるかな。はい、って感じですね。はい、ということで。あ、じゃあ、あれや。あれちょっとだけ開けようかな。ちょっとさ、今、ケツあれやから下。下を。ズボン履こう。今日できるかな。予約が入らなかったら。6時。6時までに予約が入らなかったら、もうそのまま8時からとかやろうかなーって。もう大丈夫。感じですね。おお、こういう感じか。よいしょ。こういう感じですね。これは。なるほど。どうしようか。どの状態で置いとこうかな。ね、片付けとかないと、お客さんも入れなくなっちゃうんで ここの裏はちょっと片付けなあかんな、先に。これね、雑に入ってるから、割れたりしてないかがね、不安ではあるんですけど、割れてた時にね、連絡するのか。あ、ちょっとこれ。にしようか。これを。よいしょ。ここにあるのが中ですね。これね、マンションの前にボーンって置き配されてたんですけど、僕の、横、じゃ向かいか、向かい斜めぐらいの人がね、ちょっと足の悪い方が住んでて、その方の邪魔になるのが。ちょっと申し訳なくて、早く開けないとって感じで。今ね、あ、つうか、あれ？あ、こっちか。音ですね。
外側。でこれ倒れそうやな。うわ。まあこんな感じですね。はい、こんなのがいろ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 というかいっぱいあるので、あ、怖い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 。はい。ちょっとこいつらを、まあ、袋から出して、ちょっと適当にここら辺に並べとくぐらいまではやろうと思ってるんですけど。まあ、ちょっと、綺麗に、ちゃんと、並べていくのは、また、生配信とかでやれたらなと思ってます。ちょっと一個だけ開けてみようか。あ、よかった。うん。今までと、もう全く同じものですね。はい、真田製鋼の、ラックですね。これと、こちらトレイですね。はい。これをこう使える。うん、いい感じ。よかった、復活してくれて。これね、ほんと、100均にいつもあったんですけど、まあ、そろそろもしかしたら復活するかもしれないですね、100均にも。うん。どれぐらいある ?1 年ぐらい、もうロスだったんですかね。これなかったので、100円で復活してくれたのがよかったです。値上がりするかもっていう噂もあったので、ちゃんとね、100円で、100、消費税込めて110円ですけどね。はい、復活したんで、これを。まあ、あの、ネットだったらね、すぐ買えるんで、リンク貼っとこうか、一応。下にリンク貼っときますので。でも、10個単位だったんですよ。10個からしか買えなくて。なのでね。はい。まあ、それでもいいって方は、買ってみてもらえたらなと思います。はい。じゃあ、この後、動画切ったらこれ、片付けていきます。はい。明日も多分撮れるかな。はい。まあ、今日以降は、また毎日ちゃんと上げれたらなと思っております。はい。では、Thank you for watching my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.